神コラボの予感。どうも、プチピアノジュンです。今回はですね、ユニクロ&ジュエダブルアンダーソン2024スプリングサマーコレクションマストバイ5000いきたいと思いまーす。はい、ということで、昨日ですね、告示があったんですけども、4月2日本日、全型発表解禁となりましたコレクションなんですけども、今回はですね、気になる発売日、そして全体のイメージとなるルックブック、さらに全型チェックからの僕はこれ買う予定やねんというやつ、皆さんもこれ買った方がいいでマストバイ5つね、ご紹介していきたいと思います。このね、 PV もすごくおしゃれですよね。春夏のアイテムということで、半袖シャツだったりとかショートパンツもございます。なんか男女兼用のねアイテムが今回結構多めだなという印象で、これインザアーティストスタジオということで、やっぱこうアトリエでこう芸術、そうですね、絵を描いたりとかなんかね物を作ってる、そういう現場での服ということでございます。本当にジェイダブ・アンダーソンということなんで、カジュアルだしカラフルなねアイテム多いですよね。いちいちね、なんかこう細かい、芸が細かいというか、でクラフト感もある感じ、すごくおしゃれでございます。だから年齢層的にはなんか若者というよか、やっぱその年配向けな感じもするっすね。もちろん30代40代50代60代とか、結構そのなんていうの、オール世代、全ての世代に向けたそんなコレクションだから、でなんかオーバーサイズ目というよか、やっぱジャストめなベーシックな形がなんか多いなという印象。ユニクロ U って結構オーバーめなものね、今年多かったかなと思うんだけど、結構ベーシックめよね。まあリラックスフィットのね、そういうシルエットなんかなと思います。それではですね、まず気になる発売日なんですけども、こちらでございます。予想しておりました通り4月19日金曜日に発売となります。はい、いい時期なんじゃないでしょうか。4月に入りまして、気温もグイーンと上がってきて、で、しかもゴールデンウィークが4月末、5月上旬に控えであるということで、もうこの服を買ってですね、旅行しようや、みたいな、コナンの映画見に行こうや、みたいなね、そんな感じじゃないですか。お出かけ前に、このライフウェア服を買っとく、みたいな感じ。今4月2日ということで、2週間後の発売となります。今のうちにね、これは買っとこう、みたいなやつ、こう、ちゃんとチェックしといた方がいいのかな。まあ、ユニクロ U みたいに、当日即完売みたいなことはあまりないと思うんですけれども、まあ、僕は発売日当日オンラインでね購入しようかなと思っております。で、今回のイメージ画像がこちらですね。このねパンツもこれ男女兼用なんですよね。で、なんかローファー合わせてみたいな感じか。で、 T シャツ合わせたりとか、今年のキーワードである透けアイテム、女性の方着てますよね。すごくおしゃれ、透け感のあるブラウス、シャツ着てて超可愛いですよね。で、今回のテーマ、何からインスピレーションを受けたんですかって話なんだけど、こちらでございます。家具とか織物などミッドセンチュリー期に作られたイギリスの工芸品からインスピレーションを受けましたよ。え、ミッドセンチュリー期って何って感じなんだけど、でも調べてみるとですね、こちら直訳するとステーキの中間、つまり1950年代の、まあ、その時期を指しているみたいでございます。1940年代、60年代にデザインされた家具とかインテリア、建築物などをミッドセンチュリー家具とか、ミッドセンチュリーインテリア、ミッドセンチュリーストライ、ミッドセンチュリーデザインって呼ぶみたい。まあ、イメージ画像こんな感じですよね。まあ、レトロな感じもありますよね。クラシックなおしゃれな感じ。で、いて、ちょっとカラフルな、そんな感じもいたします。なんかモードっぽいというよか、なんかすごくね、カジュアルな印象ですよね。ジョナサン・アンダーソンさん好きそうな感じ。ジェイド・アンダーソンの遊び心はそのままに素材と実用性にこだわって、長く受け継がれているクラフトマンシップをモダンに解釈したワードローブやで、なんかピンとこないけど、あんまピンとこないけれども、まあカジュアルなそういう服がいっぱいありますよ。まあぶっちゃけね、カラフルなものってこうでむずいよねと、上級者向けな感じもするんよね。そう、結局白、黒、グレーの無彩色が僕的には最強だと思ってて、どなたでもコーディネートしやすい。イエベだろうが、ブルベだろうが、どなたでも無彩色のカラーってコーデしやすいと思うんだけど、カラフルなものって顔写りもあるし、
なんか全体の印象がカジュアル、その子供っぽくなるんで、ぶっちゃけむずいなと思うんですよね。上級者向けといえば上級者向けな感じはいたします。ジョナサン・アンダーソンさんのコメント、今シーズンのコレクションでは英国の歴史の中でも特に1940、60年代に注目、芸術性と衣服の力強さを表現しました。まあ、服の力ってね、ほんと強いですよね。その人のその個性をね、表すこともできる力強さ感じるわけで、僕も低所得者なんで、そんなね、いろんなもの買えないわけですよね。だからファストファッションのユニクロとか GU の服に助けられてるわけでございます。好きなもの、好きな服を着て、こう人生楽しく生きたいというね、そんな感じでやらせていただいておりますけども、古き良き作品を現代風に解釈したコレクションを日々の生活の中で楽しんでもらえたらなという、そんな感じでございます。まあ春はね、やっぱこう明るい服着ていきたいっていうのは確かわかりますよね。花見に着ていく服とか、もう花見もう終わりそう、4月上旬で終わりそう、こんないきなりさ気温上がったら。それではですね、ルックブック全型見ていきたいと思います。こないな感じで全体的にカジュアルなんだけど、あの同系色ではあるんですよね。まあ、今回のそのコレクションのイメージともなるんで、プロの方がコーディネートしたルックブックチェキ、こんな感じでスキッパーポロシャツ発売されました。なんかめっちゃオーバーな感じではないよね。少しリラックスフィットぐらいな感じで、ショートパンツ合わせるみたいな、こうポロなんだけどストライプというか、このラインが入ってるわけよね、ブルーので。このパンツもブルーということで、色を拾ったコーディネートでございますんで、ジェイダブ・ランダーソンらしいこの靴下ね、赤と青合わせるあたりがね、このジェイダブ・ランダーソンらしい感じよね、スニーカー合わせでございます。で、続いてこちら黄色と黒のコーディネート、めっちゃ可愛いやんっていうね。で、しかも首のところとかラインが入ってて超オシャレ、プリチーで、またこれ同系色の感じ、オレンジの T シャツ真ん中にバーンってこうプリントされてて、芸術感伺えますよね。で、ベージュのパンツなんだけど、なんか血のパンではないよね、これ。真ん中にこうタックが入ったような感じになってて、すごい立体的なパンツになっております、男女兼用のやつで。女性の感じもブルー、パキッとした原色に近いブルーで、すごくインパクトありますよね、おしゃれ。一枚でさらっと着たらね、すごくかっこいい、かわいい感じするよね。で、さらにクレイジーパターンのチェックシャツにこうベージュのパンツ合わせた同系色のコーディネート。このパンツ男女兼用で、結構テーパードかかった感じなんですよね。今年なんかさ、カラーブロックのシャカシャカ系のナイロンアウターとかはね、発売ないんですけどね。で、女性のこのノースリーブのシャツもすごいかわいい、これ男女兼用のイージーパンツでございます。で、こちら、あ、今回ジャケット発売あるんだ、しかもコットンだからカジュアルな感じ、こうきれいめきれいめしてない感じ、コーデしやすそうみたいなね。で、この T シャツもこれメンズのアイテムなんだけど、女性着ても可愛いよねと。で、多分ね、着丈が長いから片側をこうインしてるような感じかな。で、ここには JWA のロゴとかがあって、刺繍があって超可愛いやんか。これ結構カジュアルですよね、長袖のストライプシャツにショートパンツ合わせみたいなやつ。このショートパンツ男女兼用でございます。日本人のモデルの方が、まあ、今回いないんですよね日本人来たらどんな感じになるんだろうっていう、その辺はわからないんだけどね。こういうマルチボーダー系の T シャツもあると。これもね、素材がすごい変わってんですよね、後ほどご紹介しますけど。で、ブラウス、このね、透け感がすごくいいですよね。これもシアー素材のブラウスにリネンブレンドのスカート、今年もユニクロさん、そのリネン朝を使った素材ね、結構多く発売するみたい。このパンツに関してもリネンブレンドだし。で、インパクトのある T シャツ。カラフルよなーって。カラフルな T シャツ作りはるよなーっていうね。このブラウスめっちゃ押してますよね。で、ブラックカラーにネイビーの合わせ、すごく素敵。僕的にもね、最近ネイビーカラーが好きなんでいいなーと思ってるんですけど。こんな感じでセットアップで着用することもできます。このね、春夏ショートパンツ履きたいな、積極的に履きたいなと僕も思ってますけど。で、このドライカノコの T シャツ、さっきも出てきたかな、水色のストライプシャツにネイビーのパンツの同系色のコーディネート。なんか僕的にはなんか水色はなんかあんま似合わんかなとか思ってて、なんかイエベよりなんかな、イエベだとあんまりなんかブルーのシャツって似合わんなとか思うんだけど。で、さらにポロのセーター、今回のやつメンズもレディースもこうボタンがないんだよね。スキッパータイプのポロシャツがね多いんかなと思うんですけど、ノースリーブ系のシャツね、レディースございます。そしてですね、
今回一番人気なのがこちらソックスかなと思います。これ安いしおしゃれだし、多分ね一番お気に入り数だったりとか売り上げとかがね多いんじゃなかろうかと。僕もねこれ3つは絶対買うだろうなって感じで、さらにコットンキャンバスのバッグもございます。このね取っ手部分がめちゃくちゃ気持ちいい。それではですね、全型チェックしていきたいと思います。ちょっとね、アイテム数少ない印象ではある。メンズに関しては8アイテムでグッズが2アイテムかな。10型見ていきたいと思います。まず、コットンジャケット。今回は、そのコンブレとかじゃないんだ、みたいな、プリッピーな感じじゃないんだっていうね。これは、なんか若者着てもいいし、年配の方着ても全然ありだよな、っていうやつ。ブルーカラーと、こちらナチュラルカラーございます。JW アンダーソンあるあるなんだけど、黒がね、少なめなんだよね。黒じゃなくて、ネイビーカラー。で、お値段結構お手頃なのよ、6,990円。コンブレとかだったら、もうちょい高いような印象あるんだけど、7,000円で、このおしゃれなテイラードジャケット買えるんだっていうね、かなりお買い得かなと思います。フラップポケットついてて、結構ね、ワーク感というか、カジュアルな印象になりますよね。で、しかも、綿の素材だから、そのね、ツヤ感も少し抑えめな感じ。めっちゃカジュアルに着やすいんじゃねって思いました。ボタンは1、2、3、3つございます。で、ポケットが1、2、3、内ポケットもあるんで、合計3つかなと思います。カラーはね、ネイビーが一番合わせやすいような気はするんですけど、ステッチとかもね、同系色な感じでいいですよね。ボタンもね、これ特注ちゃうかなと思ってて、そう、JW アンダーソンとか書かれてそうな感じがするんですよね。で、内かはこんな感じ、内ポケットございます。一応ゆったりとしたシルエットいうことなので、まあ、着用するとこないな感じですね。どうなんだろうね、これからの時期涼しく着れるのかどうか、ちょっと着用してみたいなという感じはあるね。ちょっと暑くないのかな、生地は薄めな感じなんかな、春夏のアイテムだからね。白もさ、こうツヤっとしてない感じ、少しこうくすんだような色味に見えるから、こうではしやすいよね。なんかキザな感じになりがちだけど、これだったら結構ありな気もするんだよね。僕はね、このネイビー推しですね。で、今回のさ、アイテム、基本的にはこのアウターをベースに考えるとイメージしやすいかなと思っております。なんか単体で商品見ても、なんかこう、どうコーディネートしたらいいんやろうみたいな、なんか迷子、コーディネート迷子になりそうなんだけど、まあ、アウターありきで考えるとイメージしやすいかなと思います。ニットアイテムがこちらございます。ニットポロシャツ。スキッパータイプですよね。首のところがこう V になってて襟になってるみたいな。あ、ボタンついてないんだみたいなね。で、JW アンダーソン RR。こう、ポロにストライプというか、ライン入れがちでね。スポーティーな印象になりますよね、これもね。で、価格2990円となっております。こう胸のところというよりか、下のところに JWA のロゴ刺繍がございます。カラーが3色展開ですね。このブルーカラーに、オリーブカラー、そしてナチュラルカラーということで、ナチュラルが、いっちゃんコーデは組みやすそうな感じはするっすね。で、しかもこれニット素材ということで、カノコ素材じゃないんですよね。綿レーヨンナイロンということで、結構着心地良さそうなポロシャツになるのかなと思います。で、結構オーバーめというか、ややリラックスシルエットみたいな感じ。着用するとこのようなサイズ感となっております。なんかコンパクトな印象だな。僕的にはもうちょいオーバーめの方が、僕ストリートカジュアルが好きなんで、そう、ちょっとむずいのかな。ワイドめのパンツ合わせて A ラインのシルエットはまあ作れるかなとは思うんですけどね。これもね、ブラックカラー作ればいいのになとか思ったりするんだけど、あ、ブルーなんだ、みたいな。ネイビーカラーなんだっていうね。続いてシャツいきまーす。こちらエクストラファインコットンブロードシャツってことで、商品名に素材の名前長ーっていう、そんだけこだわってるわけですよね。高級な蝶々綿 100% ですよ。これが売りなんでしょうね。上品なツヤっとした素材なわけでしょう。そう、ただ洗濯するとちょっとシワ怖いよねっていうやつ。結局綿ポリエステルが結局最強かなとか思ってて、イージーケアに関してはね。で、ブルーカラーにこちら、
ピンクカラーございます。ただのストライプシャツじゃないよと、ジェイド・アンダーソンコラボということで、このね、ボディの部分と袖の部分が、なんか微妙にね、違うんですよね、パターンが。こう、太幅、細幅ってこう分けてるわけですよね、全体的に。この辺が、JW アンダーソンらしい、クレイジーパターンとなっております。後ろか、背中見ても違うんだよね。肩のところとボディ部分で、また変えてきてるんで、面白いんですよね。で、シルエット的には、これもそんなオーバーめな感じではなさそうなんですよね。まあ、ややリラックスフィットぐらいな感じでしょうか。ショートパンツと合わせてもよしだし、長ズボンと合わせても良きでございます。で、続いてシアーサッカーシャツ。シアサッカーいうことなので、これはね、汗かいてもひっつきにくいですよという素材でございます。こちら3色展開、こちらのベージュカラーにブルーカラー、ネイビーカラー、これまたね、クレイジーパターンになってるわけでしょう。左側のこのボディと右側のボディ、微妙に柄変えてきてる。袖も違うし、襟も違うしっていうね、ポケットも違うしと、面白い感じ、芸術性感じられますよね。この辺なんていうの、クラフト感というんでしょうか。で、これまた背中部分が変わっておりまして、なんかこのハンガーフックっていうんですか、こんなんとかもついてるんだよね。個人的にはこの中だとネイビーカラーがね、このチェック感薄れてコーデはしやすいのかなと思います。こうやって見るとデコボコ、表面が凹凸あるんで肌にひっつきにくい、涼しいという素材でございます。この辺こだわりですよね。価格も2990円でお手頃となっております。店舗には L サイズまでかなと思います。オンラインで 2XL とかのサイズ置いてるかなと思うんだけど。そしてグラフィック T シャツ1990円、安い、めっちゃありがたいよね。カラー3色でオフホワイトにレッドカラー、そしてブルーカラーとなっております。個人的にはブルーカラー、このネイビーカラーが推しでございます。なんていうの、こう塗った感じ、本当になんかこう絵を描いたものをそのままペタって貼り付けたような感じで、個人的には結構好きっすね。この辺の色使いとかもさ、そのミッドセンチュリー期のその家具とかからインスピレーション得た感じなんでしょうかね。ポップなカラーテイストとなっております。これは素敵やん、ええやん。シャツ続いてこちらですね、ドライカルコ T シャツ。みたいな、こんな素材みたいな僕的にはちょっとびっくりしたんだけど、ドライカノコの素材なみたいな。大抵ドライカノコとかってなんかポロシャツとかで使われるような素材かなと思うんだけど、汗かいても乾きやすいよと。ナチュラルカラーにネイビーカラーございます。よく見たらこれなんか緑とかも入ってん か変わったマルチボーダーになってるっすね。一癖ある感じ。近くで見るとこんな感じで凹凸感がこれもねあるんですよね。ポロシャツとかで使うよう なんかそんな素材な感じがするんだけど、その凹凸感がまたこの雰囲気出るよね、立体感というか。これもねシルエットがねオーバーめな感じだったらありな感じがするんだけど、結構ベーシックな形してそうなんですよね。そう、袖の長さも4分袖ぐらいの感じだし、そこ細身で、ね、着丈長めみたいな、そういうユニクロさんあるあるのシルエットな感じがするんですよね。仕方ないのかな。たださ、そのジョナサン・アンダーソンさん、ロエベとかもデザインされてたり、ジェイド・アンダーソン自身のブランドもデザインされてたりすると思うんだけども、そのブランドハイブラとかで買おうと思ったら、こういう T シャツもねだいたい 2,3 万とかもう超高いと思うんだけど、ユニクロ価格1990円でこのおしゃれなデザインの服買えると思ったらありがたいですよね。感謝感謝。続いてボトムス参ります。この辺に関しては男女兼用となっております。女性の方もいけちゃうよということで見ていきましょう。リネンブレンドイージーパンツ3990円。春夏、まあ、夏にねこのリネン素材のパンツめっちゃありがたいよね。僕も毎年ね朝素材のパンツは絶対一着買ってるんだけど、こちらブルーカラーとなっております。ウエスト部分に関してはゴムになってるんでイージー。しかもですね、これなんかね、内側にドローコードついてて、しかもこのドローコードがめっちゃ可愛いっていう、そう、クラフト感のある、ちょっと太めのね、紐になってて、これ可愛いなって思いました。縛りやすいかどうかは知らんけど、さらにこのボタンとかも JWA って書いてて、いちいち可愛いんだよね。後ろ側にはちゃんとポケットついております。で、真ん中にセンターにこういうプリーツっていうか、
タックが入ってるから、こうスラックス見えするんすよね。で、テーパードのシルエットだから、めちゃくちゃね、綺麗な形になるかなと。この間さ、その新幹線乗ってたら、海外の方がさ、まあ前に乗っとったんだけどさ、海外の人ってなんか死ぬほどスタイルいいやんか。女性の方もなんか座っとったんだけどさ、お尻がバーンってでかくて、で、そっから足長くでシューって、逆三角形の下半身してんのよ。わかる？勃起ボンで言うところの、こう、ボーンみたいな。ボンシューみたいな感じ。ケツでかくて足長くてシューみたいな。この逆三角形を、このテーパードパンツって、叶えてくれるんかなともちょっとその時思った。別にその下品な目で見てるわけじゃなくて、服好きとしてそういう風にね、感じました。日本人ってなんやかんやでその足が短かったりするかなと思うんだけど、テーパードパンツはまあこう、結局人気やんか、足が綺麗に見えるということで、これはね、男女ともにすごく良さそう。その、細すぎず、程よいボリューム感もあるし、リラックスシルエットだから、これもね、ワンチャンありだなと思いました。めちゃくちゃいいっていうか、あ、いいなって感じ。すごく良さそうだなっていうパンツだよね。そして色違いもございます。こちらはブルーカラー。こうやって見たらグレーに見えるんだけど、一応ブルーカラー、そしてベージュカラーもございます。まあ色違いかなと思うんですけど、着用見てみるとこないな感じ。まあ確かにね、ブルーっぽいね。グレーかなと思ったんだけど、なんかデニムのような色にも見えるし、なんかカジュアルな色味してますよね。で、女性の方履いてもすごく良さそう。いや、涼しげやな、朝の素材やから。で、これベージュのカラーですよね。かわちいっすね。今年さ、こういうなんか、シャツを腰に巻くみたいなんが、こう、じわじわ人気来てるかなと思います。パンツラストこちら、ユーティリティワークショーツ。これもね、案外いいんだよね。色がね、むずいなと思うんだけど、ナチュラルありでしょう。多分透け感はね、ないと思うんだけど。で、オリーブカジュアル、ブルーカジュアル、ブルー、これいいね。個人的にはネイビー推しでございます。ベルトループが結構太めな感じだよね。で、ワーク感もあるんだけど、スッキリとしたシルエット。これ案外いいんじゃなかろうか。2990円でお手頃だし。価格安いよね。ユニクロのインラインと同じような値段で、これめっちゃいいやんって。内側にはドローコードついてて、これもね、めちゃくちゃ可愛いんだよね。後ろポケットついてて、ここには JWA のロゴ刺繍もございます。着用見てみると、こんな感じ。男女兼用で着用できるんですけど、女性履いてもすごく可愛いよね。膝上ぐらいな感じ。僕履くんだったら腰履きするかな。膝チラ見えぐらいの丈感となっております。これ程よいんちゃうやろか。ワイドすぎたらワイドすぎたでね、ちょっと子供っぽい印象なんだけど、これぐらいの細さ、そして丈感がね、ちょうど良さそうなんですよね。で、さっきも言ったっすけど、ジャケットありきで考えると、このパンツもありだなと思ってて、そう、ネイビーの、その、ジャケットに対してネイビーのショートパンツを合わせたりとか、白のジャケットに対して白のパンツ合わせるみたいな。この辺もさ、白のアウター持ってきても絶対かっこいいし、ネイビーのアウター持ってきてもいいし、で、これに関しても白のアウター持ってきてもどっちでもいけるやんと。これネイビーのアウター持ってきても絶対合うやんっていう。で、さっきのトップスに関しても、その、セットアップのインナー使いするんだったら全然あるよね。1枚でもかっこいいけど、そう、アウターありきで考えると、この辺のインナーもね、まあ、カジュアルすぎないのかなって思った。そしてですね、一番人気であろう靴下チェックしていきたいと思います。今回5種類ですね、柄がございます。まずこちら3色展開のやつ。まあ、いわゆるマルチボーダー的な感じなんですかね。で、ユニクロさんの靴下はですね、すべて消臭効果があるみたい。すごいね、消臭機能あるんだって。この間さ、その、いろんな、その、なんていうんかな、仕事の人と、その、安心お宿、カプセルホテル行ったんだけど、そう、その時になんかみんな靴脱ぐやんか。で、靴脱いで、レジのところで受付すると思うんだけど、なんか匂うな、みたいな。プーンって匂うな、みたいな。一日中、その靴履いてたから、なんか誰か匂うな、みたいな。自分か、みたいな。一緒にいる人たちか、どっちだ、みたいな感じしたんだけど、そういう臭さが、軽減されますよっていうのはめっちゃありがたいよね。ガチで。まあ、その、人んち行った時とかも、草みたいなのを防ぐことができる。春夏ね、この消臭機能は欲しいよね。で、カラフルなブルーカラーとか、
ブルーカラーとかレッドカラーございます。390円、安ないっていうね。3つで990円、安ないっていうね。そして2つ目、なんか変わった柄なんだけど立体感のある柄となっております。こちらブルーカラーとオフホワイトカラー、なんか可愛いよね。どういう柄なんていう感じはするんですけど、これまたおしゃれでございます。390円、男女兼用なんで男性だけじゃなくて女性の方にもおすすめ。やっぱさ、ショートパンツ履いた時とか絶対靴下見えるから、こういうねおしゃれな靴下持っていると便利ですよね。でこれもめっちゃ可愛いなーっていう、ブラウンカラーとオフホワイトカラーございます。え、めっちゃ可愛いよねこの柄。シンプルだし一番こうで組みやすそうな柄だなと思った。続いてこちら4種類目、じゃじゃーん、これもいいね。 JWA の刺繍がねワンポイントですよね。グレーカラーもね黄色入ってて可愛いし、ネイビーカラーも緑入ってて可愛いし、だそのドライカノコの T シャツと合わせて着ても可愛いよなって。いろんな色をこう靴下が拾ってくれて全体まとめてくれるんじゃねみたいなそんな感じするんだけど。で5種類目こちら、これまたシンプル、縦のラインかな、ナチュラル系のカラーとあとこちらのブルーカラーございます。ちょっとガンバの靴下みたいな感じもするけど、これまた可愛いね。消臭効果のある特殊な糸が汗の匂いを中和し抑制。すごい、イオンが匂いを中和して消臭、イオンがすごいな。糸そのものに消臭性能があるため繰り返し洗濯しても消臭効果が持続。何それみたいな、誰が作ったんユニクロさんとなんかトーレさん、誰が作ったん、すごいね。グッズラストこちらバッグでございます。これめっちゃ可愛くて、ナチュラルカラーとこのグレーカラー、グレーめっちゃ可愛くないっていう、グレーが一押しなんだけど。で、さらにブルーカラーがございます。多分一応綿の素材なんやけど、なんちゅうんかな、粗い加工というか、ムラ感というか、その辺のね、感じもめちゃくちゃいいし、こう取っ手部分が、パンツの中のドローコードみたいな感じで、すごい可愛いんだよね。これはいいぞ。しかもマチもしっかりあるし、大容量。あとは、使い勝手いいかどうかだよね。内ポケットもあるから、すごい使いやすそうなんだけど、軽いのか重いのか、そしてここパチって止めるやつないから、なんか上から取り出しやすいんだけど、なんか雨とか大丈夫かなとか、なんか盗難に遭いやすいんじゃないかとか、そういう変な心配をね僕はしちゃうんだけどね。それではですね、僕的マストバイ5つご紹介したいと思います。マストバイ1点目、靴下でございます。これは絶対まとめがいい、3つ絶対買っちゃうよ。僕が狙っている靴下はですね、こちらのグレーっていうかホワイト系のカラーと、はい、あとこちらのグレーカラー、これもグレーめちゃくちゃ可愛いやん。でさらにネイビーカラー狙っております。マストバイ2点目、こちらのコットンジャケットでございます。僕的には今回全身ネイビーでコーディネート組もうと思ってて、このねお手頃価格の6990円のお手頃のジャケット買っておきたい。めちゃくちゃ可愛いんじゃない。サイズは 2XL、 オンラインサイズ狙っております。このワーク感のあるデザインがねマジたまらん。最近ネイビー好きなんでこれちょっと着てみたいなって思いました。マストバイ3点目、グラフィック T シャツでございます。これもねなんか白とかレッドはむずそうな印象あるんだけど、ブルーカラーがね案外コーデ組みやすそうだなと思ってて、1枚でもかっこいいんじゃないみたいな、こうペイントしてるやつもブルーネイビー系のカラーだからシンプルにね着やすいかなと思った。これも一番でっかい 2XL サイズ狙っております。これプラスさっきのジャケット着たら、あ超かっこええやみたいな、おしゃれさんって感じやね。こんなおしゃれな T シャツが2000円で買えるってマジ？マストバイ4点目、リネンブレンドイージーパンツ。これのねネイビーカラーブルー狙ってる。めっちゃリラックスして履けそうだし、しかもこのタックが入ってることによって落ち感立体感生まれる。しかもリネン素材絶対涼しいやん、清涼感あるやん。まあ、家着としても使えるし、そのネイビーのジャケットと合わせてセットアップでも着用できるということで、これは買っておきたい。3990円、ちょっと高めな印象もあるんだけど絶対可愛い。ラストマストバイ5点目、こちらユーティリティワークショーズでございます。これの
ネイビーカラー、さっきのネイビーのジャケットとセットアップで着用できんじゃねーということで、これも買っちゃいたい。価格も2990円、安い。ネイビーのパンツにブラックの T シャツ合わせてもいいし、さっきのネイビーの T シャツ合わせるだけでも全然ええやんか。洗いがかったこのね、素材感、すごいカジュアルに着れそうでいいよね。ポケットのこの縫い目とかもね、見えてめちゃくちゃ可愛いないって話。ってことで、またね、購入したらこちらご紹介したいと思います。このユニクロ&ジェイダ・ブランダーソンの服はほんとね、ワクワクするようなアイテムいっぱいなんで、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。